250度で20分ほど焼きました。やけどしないように熱いうちにこの皮を剥がします。熱いうちじゃないと剥がれないので皮を剥いでいきます。皮を剥いたパプリカ、ドドド、156g。これをちょっと粗めに、パプリカ156だったので3分の1の米麹入れます。だいたい50ぐらいかな、50ちょい入りました。もうお分かりかとは思うが、もうこの時点でめちゃめちゃ甘い。パプリカ甘い上に焼いちゃったらもっと甘いからね。これは美味しくなること間違いなし。で、塩分なんだけど、パプリカに対して 5% ということは 7.5、 こんくらいかな。これで混ぜ混ぜ、もう塩麹と同じで、これを煮沸消毒した瓶に入れて日々かき回します。まあだいたい7日から10日ぐらい1日に1回かき回す感じなんだけど、まあ今冬場だから7日から10日の間ちょっと様子を見てみようかなという感じです。はい、まあこんな感じですな。蓋は乗っけるだけ。約10日経ちました。常温でかき回しかき回しで、これ塩分が 5% しかないので非常に腐りやすいので、この口の周りね、常に拭き取るようにしてかき回すのも1日1回もしくは2回この表面が空気に触れる時間というのをなるだけ短くするようにした方がいいと思います。冷蔵庫に入れてもそんなに持つものではないので、本当にこの口の周りはいつも清潔にした方がいいです。これを何にするかっていうと、もう本当にこれも調味料ね、味見をしてみたいかと思います。味見してみます。もうもろにパプリカの甘さなんだけれども、それにちょっとあの皮が焼けたほろ苦さが少しある感じで、洋風な調味料麹なんじゃないかなと思います。酸味もあるね、美味しい。まあこれで出来上がりなので、これからまあ1週間以内に食べ終わればいいかなと思います。鶏の胸肉、麦塩麹、お野菜、コージェット、ナス、鶏のささみ、麦塩麹漬け、パプリカの塩麹はこうやってね、焼いた野菜とかお肉とかにつけて食べるとめちゃめちゃうまい。お肉も麹ですごい柔らかくなってるからうまいな。あ、ちなみにこれは油を引かずに焼きます。野菜も薄く切ったのでもうそろそろいいかと思います。お水につけといたスパゲッティ、さて沸騰したお湯にこの水につけといたパスタをドドンと、そうすると色がささっと変わってくれるので、まあ私の動画パスタ茹でるときほとんどこのやり方ですね。というのはガス代がかからないからこれもう色が変わって、大体これを再沸騰させて、あとはもう蓋して余熱で煮るって感じかな。なのでほんとちょっとね、 1,2 時間早くこの乾麺を水につけておけば茹で時間が短いと。でもうこんな感じ、1分経ってないぐらい、少し今芯があるぐらいなので、ここで火を止めて蓋して、これで、まあ麺によって違うけど1分ぐらい置いときます。で麺を蒸してる間にソース作ります。これパプリカ麹ね、まあ、同量混ぜて、パプリカ麹の塩は 5% ぐらいしかないので、あ、いいんじゃないかね。両方ともいい酸味があるので美味しい。よし、ソースはこんな感じで OK。 ポン、麺もいい感じで煮えたので、これを先焼いたフライパンの上にお湯を乗せればフライパンも洗えると。こういうお湯とかを無駄にしないように洗い物に使おうね。そしてこの麺を絡めると、ちょっと入れ物が小さかったな。おりゃー、美味しそうな色。オリーブオイルをたっとかけて、これでパスタは出来上がりと。
ソースをまた上からたらっと。じゃじゃん、パプリカ麹のパスタ出来上がり。どれではいただいてみますかな。まずはパスタから。うん、良き酸味、おいしい。パプリカ麹いい感じで酸味が出ておいしい。パプリカ麹ほんとね、焼いたもののソースにぴったりなので、ぜひ作ってみてください。ただ野菜プラス塩分の量が少ないので、カビが来やすいので、それだけが注意かな。